居住地の関東地方が急激に暑くなったため、ノープランで北へと旅立ったマキマキパスタ探検隊。さて、本日は一体どこを訪れたのでしょうか。さあ、こちら仙台駅前にやってきました。てかめちゃめちゃ栄えてるんだが、ほらパルコとかあるし、新宿並みです。新宿並み。あれやだ、めっちゃ都会じゃないのよ。そんなことより顔もみもみして今日ね、気温はそんな低くないんだけど、風がね結構あるんだけど、ね、あと扇風機もあるから結構快適ですね。よかったね。ね、バスバイ持ち前の愛嬌で早速仙台の方にも歓迎してもらえたようです。お家持ってないんだ、ごめんね。ごめんね、確かにおやつ持ってると思ってるかもしれない。ね、ごめんね。うち息子です。あ、じゃあ、あなたはちょっとまだちょっと動きが激しいので。そうなんですよ。まだ若いから。2歳なんで。ありがとう、ありがとう。ママ頑張ったね。いいね。人が好きだから興奮しちゃうんですよ。いいね。癒し系だな。人が好きなんだ。ありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。あ、そうです、そうです。はい。暑さに弱いんで、パグは。一暴れしたね。よし、じゃあ行くよ。そうそうそう、動き出すとね、パサ先輩が船長モードになるからね、パサ。で、なんかね、仙台の駅前はアーケード街がね、すごい有名らしいから、ちょっと通ってみましょう。あれ、パサ君マキちゃんに前取られちゃったね。優しいパサ君、譲ってくれましたどうも、パサ。こんな感じで、完全にお父さんモードです、僕は。あれ、地図発見したと思ったら自転車の放置禁止区域の案内だった。でもわかるかな、現在ここで多分この辺のどっかがアーケードだと思うんだよな。あったあった、ここですね。ルピナ名掛町、中掛町です。よし、すみましょう毎回人に反応するね、2人ともあ、もちろんいいっすよパグですか。あ、そうです、パグです、パグです。パグ好きなんですよ、ね、本当ですか。ああ、よかった持って帰りたい持って帰りたい気持ちいいですよね、触ると。あ、いい。若い女の子に触ってもらえてデレデレのパスタおじさん。こちらこそありがとうございます。あ、よかったね。ここは何だ、この謎の通りにちょっと進んでみよう。我々はね、探検隊ですから。そうです、パグです、パグです。ママちゃん、あれがいいこと散歩散歩。そんな気さくな中華料理屋さんのお隣にあんこ屋というどら焼き屋さんがありました。ちょっと買ってくるから待ってて。こんにちは待ってて、待ってて。あ、じゃあこれ一つください。ありがとうございます。あ、抹茶もあるんだ。じゃあ抹茶も買う。お召し上がりください。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ちょっとね、路地外れたところに来ました。この抹茶のはね、冷えてないと美味しくないっぽいんで、今のうちに食べちゃいます。おいしいダメ。ほら、こんな感じであんことずんだがたっぷり入ってる抹茶です。いや、これはうまい。冷たいからこの時期にもぴったりだわダメ。パスタ先輩、マキちゃん、残念でした。ごちそうさまです。こっちのあんこのはね、今日の夜ご飯で食べようと思います。マキマキパスタ探検隊、探検の成果がありましたね。やっぱ仙台と言ったらね、牛タンだよね。こういうお店入りたいけどまあ仕方ないよね、入れないから。たこ焼きをテイクアウトできるタコとハイボールというお店がありました。何がおすすめですかね、たこ焼き。おすすめは人気ナンバーワンネギマヨたこ焼きになって。あ、じゃあネギマヨタコってこれで。そうですね、一つで。はい、お願いします。手振ってくれてる。親子なんです。右がお母さん、左がそうです。あ、そうです、そうです。え、
ってるんですか？してます、してます。本当ですか？ちょっと写真撮ってもいいですか？あ、もちろんいいですよ。なんとお客さんの中に視聴者さんがいらっしゃいました。よかったね、パスタ知ってる人がいて。全部見てます。全部本当ですか？めちゃめちゃ好きじゃないですか。ありがとうございます。あ、いただきます。ありがとうございます。ほら。お姉さんたちは写しちゃダメですよね。あ、いいんすか？あ、じゃあ。ありがとうございます。ダブルピース。ほら、バイバイバイって。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。賑やかで雰囲気の良いお店でしたね。これも本当は今食べたいんだけど、ちょっと人通りが多いからね、ちょっとこれは食べられそうにないわ。立て続けに視聴者さんと遭遇しました。めっちゃ見てます。あ、見てますか？あ、嬉しい。何？あ、親子です。親子、親子、猫、はい、こっちが息子で、こっちがお母さん。こっちが息子、こっちが息子なんですよ。使ってもいいの？本当ですか？あ、じゃあ長さんと会えたっつって、ね、バイバイって。ほらこっちだよ。バイバイ。ありがとうございます。あ、本当ですか？なんか可愛いですよね。これパグです、パグ。パグ。パグ。これ扇風機です、扇風機。暑さに弱いから。あ、そうですか。あ、ママ吠え、あ、吠えますよね、確かに。パグは吠えないから。可愛いっすよ。よかったね。あ、いや、こちらこそ。興奮しちゃったからもうめっちゃ疲れてます、二人とも。マキちゃんも。すごい、道路挟んでまだ続きます。仙台駅周辺には6つの商店街が連なり、全長1531メートルもあるそうです。ここは城下を守る五那剣組の町でした。お腹け組です。何でもあるな、ジムとかまである。パグさんでしょ？パグです、パグです。ありがとうございます。お母さんのほうが近い。息子ちゃん、すいません、息子のほうがでかくなっちゃった。すごい人慣れしてるね。あ、そうですね、はい、人が大好きで、とにかく遊んで、遊んで、遊んで、男の子ね、はい、やっぱ男の子のほうが大きくなるのかな。そうですね、はい、多分そうだと思います。あと、お父さんが大きいんですよ。あー、はい、あらー、遊びたいの、遊びたいの、かわいい、遊びたいね、してんじゃん。楽しいね、毎日ね。そうですね、はい、賑やかで、本当に。親子一緒だから寂しくないだろう。だよね、2匹はいいよね。落ち着いた。着いたんだね。そうですね、興奮状態がなんかね、はい、それの繰り返しなんですよ。いや、お母さんチョコレートって。おお。何のニュースだから。ねえ。何入してるかな。教えました。教えました。ちょいちょいね、こうやって横に通路があるんですよ。こっちも行ってみたいんだよな。まあ、とりあえず今日はね、アーケードの中だけ通ってみましょう。スパイファミリーめっちゃ面白いよね。僕も見てますよ。あとサマータイム連打も今やってるのと面白いね。公平がくれたぬいぐるみのヒバニーがいる。ヒバニーちょっとゲットしてみるか。ちょっと2人とも応援しててよ、応援しててよ。よいしょ。さあ、あ、動かせんだこれ。結構細かく動かせる、ほら、何度も動かせる。あのヒバニーをゲットします。いきますよ。あ、全然ダメだった。ごめんよ。取れる気がしない。
そうですね、散歩中で。息子さん。息子に乗っていいんだわ。お母さん、頑張れ。お母さん、頑張れってさ。うん、かわいい。ありがとうございます。いってらっしゃい。Wi-Fi スポット。フリー Wi-Fi 使えますだって。ほんとすごいな、なんでもあるな。ちょっとここで休みながら、さっき買ったね、たこ焼きを食べちゃいましょう。よいしょ、オープン。おー、うまそう。ネギ盛りだくさんだ。美味しそうだね。ね。ダメ。おいしい。ふわとろで甘めのソースとネギがとてもマッチしています。あ、おいしい。ハグです、ハグ。トイプードルを飼っているという方の愛犬トークが止まらず、なかなかたこ焼きが食べられない豆腐さん。5分後。失礼しました。こちらこそ。ちょっと引き続き。なんか視線を感じると思ったら、お姉様がね、見てました。こちら。ここでまたしても視聴者さんと遭遇しました。向こう向いたらちゃんとわかるんだった、俺。あら、これ、わかった。好きだって2人と今もうたこ焼きに夢中でこっちしか向かないんですよ。じゃあたこ焼きしまっとこう。めっちゃ見てます。本当ですか。あ、よかったね。パス巻きにあえて涙を流すほど感動してしまったそうです。ちょっとせっかく来てくれたのになんでこっち向いてんですか。お姉ちゃんこっち向いてる。あ、よかったよかった。そうそう、その絵が欲しかったんで。そうそうそう、可愛いですね。ありがとうございます。あ、もちろんもちろんいいっすよ。全然全然。あ、写真。めっちゃ可愛い。パサ、パサ、はい。パサ、パサ。ちょっとこれでおびき寄せましょう。ほらパサ。ほらご飯ご飯。チーズ。全然見てくんない。こちらの方はパスタとマキちゃんに何か食べさせてあげたいようです。こういうのはダメだ。あ、まあ、多分ダメですね。なんか味がついてるのはあんま良くないらしくて、はい、ダメだね、良くないもんね。だからこれとかも食べれないんですよ。は、ね、はい、すごい欲しそうにしてるから。うちかって一人で見てます。そうです、はい、一人で、一人暮らしなんで。2匹いるんですよ。寝るときは 3匹で寝るわけね。そうですそうです、はい、どうもありがとう。いやいや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。触っていいよ。大丈夫だよ。そう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 、よしよしよし、そう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 。これ贅沢だもん。気持ちいいでしょ。大丈夫だよ。こっちも、気持ちいいでしょ。もっとね、もうワシャワシャこうやって触っちゃってもいいよ。気持ちいいよ、ほらもちもちして。こっちが子供、息子です。こっちが息子。お母さんより大きくなったんだわ。何年、何歳なの。こっちが2歳半です。こっちが6歳で、はい。あなたも可愛いね。本当。オオカミ見てた。あ、テレビで。似てる？オオカミに。似てる？マキちゃんオオカミだって。かわいいかわいい。かわいい。かわいい。お、もう大丈夫だね。慣れたね。マキちゃんのお名前聞いてみて。こっちね。マキ。マキちゃん。マキちゃん。マキちゃんって呼んであげて。こっちパスタ、パスタくん、パスタくん。すごい気に入ってくれたね。はい、あ、そうですそうです、はい、そうです。あ、本当ですか、ありがとうございます。この日は動画 NG の方も含め計6名の視聴者さんにお会いできました。過去最高記録です。あ、一応 YouTube やってて、はい、ほら、視聴者さんも来てくれて、ほら、パスタ。あ、そうです、使ってもいいです。あ、全然いいですか、ありがとうございます。すごい、なんか、いい光景が撮れたんで。そう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 、それそれ。
YouTube ありがとう、見てくれた見てくれた。ちょっとじゃあお家で今度見よう、ね、見てね。さっき一暴れしたからもう疲れちゃったんですよ。はい、はい、水。よし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 、はい、ですよ、もちろんもちろん。もう俺取りましょうか。よしよしよし、あきちゃんはいらない、よしよ、バイバイありがとうね。いやいや、こちらこそありがとうございます水欲しい、バイバイ、バイバイありがとういい笑顔よっぽど気に入ったんだな。パスタ先輩、最近は子供にも結構好かれるようになりましたね。ありがとう。なんかここに2人が食べられそうなものあればいいんだけど。まだ少し続きがありますが、動画が長くなってしまったため、また次回。最後に高評価ボタンを押してもらえるととても嬉しいです。